まず船のパーツはこの建屋で作られます。だからこの建屋はいわばお母さん。どうして私の名前ゴライアスなの？どうしたの急に？普通とありえないことが起こるのがイベントのいいところなので、ここに来ていただくだけでもびっくりしてくれると思いますし、それぞれその工場もどういうことを考えてるか、人格を持って伝わってくるので、まあ、非常に愛着を持っていただけるんじゃないかなというふうに思いますね。あんただってゴライアスって名前なんだからね。そりゃそうじゃん。